それではではすね一次写像、線形性を持つ写像というのは実際どういうものになるのかということを考えていきましょう。はい、つまり行列で表される写像というのは行列が定める写像というのは線形性を持つわけですが線形性を持つ写像というのはでは行列で表される写像とどのぐらい違うのかあるいは同じなのかということですね。 行列ででけけるものだけだとということですねつまり線形性を持つ写像一次写像線形写像というのは行列で書ける写像行列で行列が定める写像と、まあ、完全に同じものであるということですねつまり線形性を持つ写像イコール一次写像線形写像であり行列で定まる写像であるということです では具体的にこのような線形写像、線形性を持つ写像があったときに、その、それに対応する行列というのはですね、どうなるのかということですね。つまり一時変換を表す行列は何かということですね。仮に R2 から R2、一時変換で考えたときに、このとき Fx が Ax となる A があるわけですが、この A は何だ,何だろうかということを考えてみましょう。 まあ、R2 で考えていますから、R2 のベクトル xy っていうのがあるわけですが、この xy は E1、E2、基本ベクトルというやつですね。この基本ベクトルの一時結合でかける、つまり基本ベクトルかけるスカラーの和でかけるっていうことですね。xy は xe1 たす ye2 と、まあ、このようにかけますから、従って f の xy っていうのは、まあ、このようにかけるわけですね。これはただ単にこの式を代入しただけです。 で、ここで F が線形性を持つということを使うと、はい、一時結合の移り先として出てきたわけですが、これを線形性の1番を使うと、e、xe1+ye2 ですから、F で移すと、xe1 の F による像と、ye2 の F による像ということになるわけですね。で、線形性の2番のスカラバイが外に出る。 というのを使うと、x 倍の fe1 たす y 倍の fe2 というふうになります。つまり、また一次結合が出てきたんですね。一次結合を f で移したら、f で移したものの一次結合が出てきたということですね。で、ここで一次結合っていうのは、x かけるベクトルたす y かけるベクトルというのは、このベクトルを並べたものと二次の数ベクトル。この 一時結合の係数である xy を成分に持つ数ベクトルですね。との積の形で書くことができます。ここ分からない人は行列の積のところ、あるいは行列の積の計算をもう一度よくおさらいしてくださいね。そうすると、これは行列と元のこの xy というベクトルの積の形になっていますから、この行列のことを a。 とおけばですね、これは AX という形、a、この x はもちろんこの xy というベクトルのことを太文字の x で表しているわけですがということになるわけですね。はいまあ、一般にだから f が線形性を持つようなあ数ベクトル空間の間の写像であればそれはある行列 a を使って fx=ax というふうに書けると。 で実際ですね、この a というのは具体的にこの上でやったような感じで、rn から rm への線形写像だとすれば、rn の基本ベクトル、e 1から en を f で移したもの。これだから全部それぞれ f1,f2,fen というのは rm のベクトルですけれども、それを並べた、従ってこれは何かけるんですか、m る n 行列ですね。m かける n 行列、a。 になるわけですね。m×n 行列ですからこれに n 次の数ベクトルをかけると m 次の数ベクトルが得られて、えー、x に対して、A、x という写像が決まるわけですがそれが元の f と等しいということを言ってるわけですね、はいまあ、このように各基本ベクトルの移り先で写像が決まるっていうのは一次写像の特徴でありまた一次結合の像は像の一次結合になるということがわかるので、えー、そのことを使って、えー 実際に表す行列が求まるということになるわけですこのことは後期にもですねまた改めておさらいしますのでここではですね行列で書ける写像が線形性線形写像そのものであるというふうにだけ一応理解しておいてもらえばいいかと思います。